どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうとやっていきましょう。はい、今回は八王子に来ておるんですけども、今日のお店がこちらです。インドレストランデルコスさんに来ております。こちらですね、激辛カレーを10分以内に食べると無料になると、で失敗すると1000円といったチャレンジメニューがあります。今回はこれにチャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。お、来ましたかね。あー、来ました。どうぞ。チャレンジメニュー激辛。チャレンジで激辛です。これ10分以内食べると完食無料。そうです。あ、なるほど。激辛の9倍です、ね、おー、すごい、激辛の9倍、はい、いただきます。さあ、デルコスさんチャレンジメニュー激辛カレー9倍さん。激辛カレーとマサラナン。おー、マサラナン。マサラナンも辛いです。マサラナンもほら、これ入ってません、ね、中身はジャガイモが入ってます。うん、あ、ナンも辛い。うん、うん、分厚い。うん、あ、非常にスパイシーと聞いてます。うん、チキン大ぶりですね。うん、チキンが柔らかい。はい、頑張ってください。おっす、おっす。うん、このナンがボリュームがすごいです。こんなでかいよ。もともとナンがもちもちなんですけど、そこにジャガイモが入ることによってよりもちもちになります。おい、かなりのボリュームだな。ルーム辛い、そして何も辛い、恐るべし。デルコス結構こ、なんならね、ルーよりこっちの何の方が辛いかもしれないですね。うん、はい、お待たせ。ごちそうさまでした。はい、ます。残り1分26秒を残して、ね、完食となりました。で、ちょっと申し訳ないんで、なんかアイスとかじゃあ頼んでもらえますかね。食後のこのバニラアイスでお口の中を癒していきましょう。うん、美味しい。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。インドレストランデルコスさんの激辛カレー9倍チャレンジメニュー、辛さレベルじゃーん、辛さレベル5です。おめでとうございます。辛さ的にはまあそれほどっていう感じではなかった。まあピリ辛、僕に関してはこうピリ辛程度ですけれども、なんせね、ナンの量がボリュームが多かったので、これなかなかこう10分で食べるというのは難易度が高くなるかなと思います。ナンの生地もちもち、ジャガイモの効果でふわふわ、もちふわで非常に美味しい食感でした。どうやらね、話を聞くとこのデルコスっていうのはこれヒンディー語で、デルは心、コスは嬉しい、心が嬉しいと。はい、素晴らしい店名ですけども、はい、僕もね、この激辛メニューを食べてね、うん、すこぶる心が嬉しいでございます。デルコス。